大人の世界にようこそ。それではストーリーの続きやってまいりたいと思います。前回は近藤がね、何者かにやられたということで、その人間が御所で待ってるということで、早速御所に向かってみたいと思います。ちょっと回復系がね少ないのが不安なんですけど、ただこの火に包まれてるもんで、なんかね、いけないところがいっぱいあってね、これ壺を漁ってってしかね回復アイテムが取れなかったんで、その辺がちょっと不安ですけど、果たしてどうなるかという感じで、では行きましょう。ここでいいのかな。薬屋買うか。最後にいらっしゃいませ。最後にこれ買っといてよかったってなるかもしれないからな。体力を少し回復か。少しじゃな、ある程度か。ある程度回復、ある程度回復を買っとこう。万能炭は体力と、でも陶器上げるやつは持ってるからな。あとはこんなもんか。活力炭2個買っとこう。じゃあはい、いや3個買っとこうはいね、備えあれば憂いなしということで、どうも大きでは行きましょうか。切った人間というのが御所に行くにはこの先を進めばいいはずだ、はい、誰なのかということで、ついにね、伊蔵、お前は伊蔵、久しぶりです筆頭。お前がもう一人の坂本龍馬だったのかその顔はほっとしたってところですね。何？あなたはここに竹地先生が待っていると思っていたんじゃありませんか。お前の目的は何だ、いいぞ。その前に捕まったはずなのにね。どうして俺の名を語り、こんなことをしているどうして武智を裏切ったんだ。武智とお前の間には深い絆があったんじゃないのか。裏切った、私が。ああそうだ、新選組に捕まった後、土佐に戻ったお前の自供が原因で武智は切腹させられた。だがあの時、新選組に捕まることもその後のことも全て最初からお前は見越した上で動いていたんじゃないのか。それじゃああなたは、私が武智さんを山内陽道に売り、こんな計画を仕掛けたと、そう思ってるということですか。違うのか。ああ、本当に。何が言いたい。あなたは嘘をついている。心の底では武智さんがもう一人の坂本龍馬だと確信しながら、それでもなお武智さんがあなたを裏切ったという事実を認めたくない。そうなんでしょう。あなたは怖がっている、真実を知ることを。いざ決着をつけましょう。私は斎藤はじめじゃない、本物の坂本龍馬と戦える日をずっと待っていた。私はこうしてあなたと戦えればそれでよかった。もう一人の坂本龍馬に命令され、近藤勇を殺し、こんな状況を作り出したのはそのためです。勝負をすれば全てを認めるということか。ええ、悪い条件ではないはずです。いいだろう、これで終わりだ伊蔵。俺は人斬り伊蔵としてのお前の人生に終止符を打ってやる。来い伊蔵。当然刀ですよね。上、ちょっと強化させてもらっていいですか、少し。なんか強そうなんで。ですね、まあ当然一投で行くとして、少しでもちょっと上げときたいんだよな。攻撃の威力、まず増加しとこう、普通に。うん。これ大事だよね。で、普段、ヒートアクションの、もう一段ぐらい上げとこうか。はい。で、あとちょっと技も覚えときたいね。敵の攻撃の一瞬の隙を突く強烈な一撃です。敵の攻撃が当たる直前に構えて三角。おお。これなんか強力そうだな。これは効果を発揮。竜に一戦。発動中ってなんだっけ、竜が一戦、竜が一戦ってなんだっけ、そんなの覚えたっけかえ、後ろが向き込みして、あー、これちょっとなんか、そんなことにないと思うからな。片緑とか覚えたのは覚えてんだけどさ、竜、これは踏み込み一戦か。剣撃ローガ。ローガでの突き攻撃から、ローガっていうのがよくわかんないんだけどな。まあいいや、これやっとこう、はい。まあ偶然出るということもあるからね。これよりもさ、こっちだな。うん。敵の攻撃が当たる瞬間に三角ね。構えて三角ね。はい。はい。成功すれば一発逆転も可能ですって書いてるから。はい。これいこう。では行きましょうか。あ、ちょっと待ってね。最後までちょっと回復しといて。いやー、いけるかなー。どうだろうなー。水でいいか、まずは。うん、はい。それも、アルコール飲んだ方がいいか、まずよ。まあいいや、これで、まず行きましょう。はい。あれ全部避けてる。全然効いてない。最初の攻撃が。待って。お、一応効いたぞ。お、いいね、入ってるね。いいよ。やばい。今なんとかってやつやろうとしたけど。やばい。これかな、理由があって。あ、違う？なんだ。これは違うな、ただのイベントだね。食らった、うん、いけるぞこれは。お、また食らってる。待って、なんで後ろ向くんだよ。あー、どこ向いてんのもったいない。お、これ食らいそう。食らった。これ追い仕掛けよう。いけそうだな、これは。うん、来るか。またこれか。攻撃来るか。おっと、紙一重。これでもう全部もうペース握っちゃうからね、こっちがどんどん削ってくからね。覚悟はいいですね。あ、なんだこれ、変な攻撃出した。応援したかったんだけど。あ、今なんか極めて出てたね。あれか、あれ出したいな、あれで決めたいな。こがあなたの墓です。あ、毒か、毒だこれ。そう、時間ないぞ。今極めて出るね、あれか。あ、なんか終わりそう。かっこいい。まだオーラとオーラがぶつかってる。さあ来い。違うのか、違うのがどうやんだ。あ、なんか決まりそう、決まりそう。違うな。どうだどうだ、これだと違うんだよな。ちょっと待て、待て、またこれだ。あ、なんか決まんねえ。これで終わりか、終わんねえか。あ、決まりそう、決まりそう。終わりか、決めたかったんだけどな。来い、さあ来い。あれ、あ、なんかあれいいの入っちゃった。あ、やっぱり結構遊ぶ余裕あったな。はい、最初使ってないもん結局。負けたのか、私は。結局私はあの人にとって、あなたの代わりにはなれなかったってことか。そういうあれか。竹地はどこだ。兄弟は生きているんだな。あいつがもう一人の坂本龍馬なんだな。あの人はあなたを待ってます、ずっと。竹地さんはもう、戻れないところまで来てしまった。あの人を止められるのはあなただけ。いいぞ。私はあの人の兄弟にはなれなかった。あなただけなんです、あの人の全てを受け止められるのは。いいぞ、しっかりしろ。いいぞ。竹地さんは今日にいます。だから分かった、必ず俺があいつを止める。よかった。言ったか。まあ、切り合いというのはそういうことだからね。兄弟、お前の目にはこの空がどう映ってるんだ。新選組を焚きつけたのも異常なのかな、じゃあ。そういうことなのかな。一応鎮火したのか。あ、伏見の町が。あ、浸水決めをやめるって。でも抜けたらだって塩でしょ。だって新選組って。新選組を抜けるつもりですか斉藤君。土方総司から話は聞きました。あなたがここに来た理由も本当の名前も全て。そうか。逃げんのかいはじめちゃん。逃げる。せや、確かにはじめちゃんが新選組におる理由はのうなった。せやけどな、仲間残して一人で何もかも抱え込んで戦いに向かうんは逃げるっちゅうことや。人とつるまんと一人でやる方がかっこええ。せやけどそれじゃあかんねん。戦い中は誰かと一緒にやらなあかんねん。どうしてだ。人間大事なことをするときは誰かに見ててもらわなあかんちゅうことや。共に戦い、共に考え、共に悲しみ、共に喜ぶ。そうやって時を同じくすることで事実は人から人へ伝わり、歴史は作られていく。せやから近藤局長は最後まで新選組という仲間を捨てなかったんや。だが俺はこれ以上新選組を巻き込むわけにはいかない。ここから先は坂本龍馬という一人の男としての戦いだ。それがどないした。坂本龍馬一人の戦いのために新選組が戦う。それでええやないか。起きたな、新八。ああ、俺にとっちゃそれが局長と共に生きるということでもあるしね。長倉、土方。それに坂本さん、あなたの斎藤をはじめとしての仕事はまだ残っているようだ。火つけた連中どうなったんだろう。仕事。近藤はそこに最後の策があると言っていたが、近藤勇は死んでも死なんか。あ、もう4人だけになっちゃったな。お、火つけた連中でしょこれ、多分。お待たせしました。しかし昨晩は大変な一日でしたな。しかしあの近藤局長が今日の町を焼き払うなどという奇抜な考えを持っていたとはね。いやはや逃げ惑う人間を燃やすというのもあまり気持ちの良いもんではありませんな。今日はやけに饒舌だな、伊藤君。いや、これは失礼で、今日は一体何の話なんです。新選組の今後について話そうと思ってな。昨晩の今日の大炎上、奉行所の方からお取り調べを受けた。新選組の仕業ではないかとな。まあそりゃそうでしょうね。だがしかしあの大火事を起こしたのは10番隊隊長原田佐之助の独断によるものとしてことを済ませた。ふん、都合よう死んだやつに責任なすりつけるっちゅうわけか。考えましたね。いや、実際私に総じ長倉に斎藤君の4名は放火に関わっていない。放火に加担していたのは参謀の伊藤さんに原田の10番隊、それに武田さん、あんたの5番隊だけだ。私たちは昨晩の局長からの指示が近藤さんのものではないと分かっていた。君たちは知らないかもしれないが、近藤さんは実際京の町に火を放つ計画を持っていた。だがその計画を実行する際の合図がなかった。だから町に火をつけるようなことはしなかったんだ。合図？ああ、新選組の解散。それが近藤さんと私たちの間で決められた合図だったんだ。何と？え？あ、知ってたな、とうとう。近藤さんは江戸遷都計画という計画を長年考えていた。だがその実現は新選組のごく一部の人間、自分が信じた人間とのみ行うつもりだったんだ。だから昨晩の放火は局長が指示したものではない。私たちはそう考え消火活動に当たっていたということだ。あれ、クーデターバレたぞ。そうですか。それは知りませんでしたな。伊藤、責めるつもりはない。君らは放火が局長の指示と思い込み忠実に従ったのだろうからな。まあ参謀らしからぬ少々浅はかな行動とは言えるが。ない。それで今後の話というのは。山並、松原、谷、鈴木、源さん、それに佐之助、半数の隊長格を失い局長も不在の今、新選組をこのまま続けていくことは難しいと考えている。それは確かに。だから私は局長を、斎藤一君に託そうと思う。何やと？斎藤君、どうかね。謹んでお受けいたします。ちょっと待て。そない青な話やるか。何か問題でも？斎藤はちょっと前に流行ってきたばかりの新参者やないか。そないなやつが局長やなんて納得できるか。新参者でもええやないか。はじめちゃんはここにいる誰よりも強い。強いやつが頭を張る。自然の成り行きやないか。起きた伊藤藩。一ついいがね、副長。何でしょう？確かに斎藤君は剣の腕が立つ。それは私も認める。しかし新選組は幕府直属の権威ある武力組織。その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。それは一理ありますな。近藤局長はその全てを兼ね備えておられた。だがその局長が不逞老子に切られ死んだ今、これ以上新選組の名を地に落とすようなことはできない。そんなこと一言も言ってないのに。新選組次期局長はこの伊藤家下郎が引き受けよう。涼しいね、しかしね。これは新選組を最後まで守った近藤さんの意志に報いるためだ。そうや、伊藤さん以外局長は考えられん。みんなの顔色変わったっけもんね。不逞老子。それはちょっとおかしな話ですな、伊藤さん。何がだ？私は近藤局長が死んだなどとは一言も言ってませんが、うん、さて不思議な話だ。私は局長が不在だと言ったまでです。それは毎度のことだったはず。なのにあなたは死んだと言った。しかも不逞老師に切られたという理由まで付け加えて。何を言ってるんだ君は。さあどうするか。近藤局長は生きている。それとも伊藤さん、あなたは私たちが知らない何かをご存知だということかな。答えられない。ということは認めるということかな。どうやらあんたには坂本龍馬って男の息がかかっている。分かったな、土方。ご安心ください。ここであなたが粛清されても新選組は続きますよ。近藤勇局長体制のままずっとね。くぅ。参ったな。新選組を抜ける時は死ぬ時だと思ってたのに、こんなお別れになるとは思わなかった。平助、今伊藤さんを殺されたらいろいろ困るんだね。平助お前さあここを通してもらおうが副長さんよ。手よく新選組を奪い取るつもりだったが仕方ねえだが大使はまるっといただいてくぜ。ついていくの？そいつらについていくの？だって裏切る手はずも整えていたか。言案ごとく今日から俺らは五稜営児という新たな組織として独立する。新選組の役割はもう終わったんだよ土方さん。金にならねえ組織に人は集まらねえ。隊長各4人、残り少ない隊士たちと一緒にせいぜい頑張るんだな。それじゃ平助なんか派手だね。なんか花柄のすっかりもうクーデターを企ててたんだね。あ、ということで終わりですか。はい。全然覚えてなかったな、こんな展開。なんかね、局長が死んだってことを伏せて、それをこう、口に出すことで、こう、誘導するという流れはね、なんとなく、あ、なんかあったかもしれないなっていうのは途中で思い出したんですけど、その後の展開全然、五稜営士全然覚えてないですね。はい。まあ、というわけで、12章、今日炎上終わりましたね。一気にストーリー終わっちゃいまして、次が13章、最終章近いですよね、もうね、だってね。だってもう、ほぼ半数は抜けちゃったわけですからね。はい。というわけでね、いよいよ佳境に近づいてきたということで、本日はこの辺で終了したいと思います。高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。あんまり喋れないですけどね、こういう場面ではね。はい。それでは、次回もよろしくお願いします。さよなら。